必ずやろう、日本最高朝会高ですこの動画を見て、なるほどねなんてね、思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、えー、またですね、私ちょっと出張中で、えー、ホテルの中から撮影させてもらっていますまあ、普段とね、ちょっと雰囲気が違うと思いますがどうかよろしくお願いいたしますで、出張中で私ねあんまりそんなにこういろんなニュースを見ていないということもありますので、えー、今日はちょっとね え普段あまり喋ってないこととについいて話をしようかなと思いますこの話というのは私にとってはものすごく大事な話ではあるんですがでこの点というのは非常に大きく誤解をされて「浅川新自由主義者だ」みたいな話がですねわーっとこう出てくる、まあ、基盤になるような、まあ、そういうところだったりするんですけどね。 なのでまああんまりね喋んない方がいいのかななんてね、まあ普段は思ってたりもするんですけれども、まあ、せっかくの機会なのでその話をしてみようかなと思っています。皆さんはマーケットメカニズムいわゆる市場原理というものをどういうものだというふうに考えていますかね。マーケットメカニズムに任せるしかないんだ、なんて言うとね、もう、 血も涙もない冷血人間のようにまあ思われがちってところがありますよね。何でもかんでもね、えー、マーケットメカニズムに任せればいいんだとかっていうとねグローバル企業の手先に決まってるみたいな、まあ、そんなふうに思う人もね割と多いんじゃないかななんて思うわけなんです。でマーケットメカニズムというものを肯定する議論というのは知的検知っていうことからいくとですね これものすごく不誠実に見えがちということはまあよくある話だと思います、まあ。とにかくマーケットメカニズムって言ったらまあねその優れたものが勝ち劣ったものが負けるいわゆる優勝劣敗これを肯定する議論ということになるしでそれは、まあ、言い方を変えれば弱肉強食これを認めていくっていうことでもあるわけですからね。 そんなね弱者に対してそのひどいことをできるようなそんな考えなんてねそんなのね人間としてありえない考えなんだみたいなのってまあそのもともとの直感として思ってしまうのは私は仕方がないと思うしで私ってまあ皆さんよく分かんないかもしれませんが、まあ、生まれながらにしての左翼みたいな。 そんんな人間だったんですよ世の中の不平等みたいなことがその小学生の頃からもう絶対許せないっていう、まあ、そういうタイプの人間だったからこの点においての葛藤っていうのはいや本当にね強いいいもものというものととううを感じててきたっていうことがあるんですねですから私がその左翼的、えー、メンタリティーみたいなものっていうのを生まれ持っているんですけれどもそれを乗り越えて。 行くことのその葛藤の中でこの問題っていうのをかなり真剣に考えてきたというふうにご理解ください。まあそういうことをね、経ながら私は今はですね、マーケットメカニズムというのを徹底的に利用すべきで、もうできうる限りマーケットメカニズムがよりよく機能するようにすべきなんだという、まあ、考えなんですよ。 例えばですがね役所の業務みたいなことがあったりした時にここにねマーケットメカニズム入れられないかというようなことをまあ平気で考えますよね。でそういうあり方っていうのはまあ普通の人からすればとんでもない野郎だっていうことになったりするんじゃないかなってまあ思ったりもするわけなんです。 で実際近年はですねこのマーケットメカニズムというのを否定して、まあ、例えばステークホルダー資本主義これがこれからの資本主義の目指す方向だみたいなことっていうのが、まあ、よく語られてたりします。でステークホルダー資本主義っていうのは株主だけのことを見ているわけじゃなくて、ね、取引先も見なきゃいけない従業員も見なきゃいけない、ね、世の中のことも考えなきゃいけない。 でそういうことを全部考えてまあ企業経営をすべきなんだとそういういろんなものに対して手心というものを加えていくべきなんだみたいなね まあ、そういうような感じの話です。で、日本のその伝統的な、あその規範である三方良しっていうのがありますよね。自分良し、相手良し、世間良しっていう、この三方良し経営という、日本的経営の、まあ、一番柱になっているような、そういうものっていうのもあったりしますよね。で、それとも、えー、このステークホルダー資本主義っていうのは、まあ、マッチする。 えー、ところがあったりするから、ね、これからはステークホルダー資本主義だと、ね、株主資本主義ではないっていうそういう言い方っていうのは特ににに我々日本人には非常に受け入れやすいそういういものがあったりすするわけですよでそして今日このステークホルダー資本主義というのは日本の国内だけで言われているわけではなくて今も全世界的に言われていて。ね アメリカにおいてもあるいはヨーロッパにおいてもこういう考えというのがあ少なくとも考え方の上においては主流派になってきてるっていうところがあるわけなんですね。でそういう流れというものがある中で岸田総理がですね新しい資本主義ということをまあ言い始めていたりとかから世間の中で SDGs というような考え方が広がっていたりとか、まあ、そういうことが あ現実問題としては動いてきてるということ、ね、これもねその全体の,その思想トレンドとしては抑えてておいて欲しいしところなんですよで確かにこの言い方っていうのはすごく一見良さげですよねマーケットメカニズム通りに物事が進めばね貧富の格差というのがものすごくこう拡大するよと止めるものはますます飛んでいくと貧しいものはどんどんこう貧しくなっていくと。 えそんなのはね絶対許せない、まあ、そんな風に思うっていうことも私は普通のことだと思うしマーケットメカニズム通りに物事をやるわけじゃなくてねいろいろ手心を加えることによってえある意味マーケットメカニズムというものを,をその修正していくっていうそういう動きっていうのはまあ大変人間味がある人情味がある。 えー、そういうよりレベルが高いい意識に属するみたいなそんな感じにも、まあ、見えたりしますよねでそういうふうにも思うしまた個人の立場としてそのように行動しようということについてこれはね何ら否定すべきものっていうのはないともう私も思っているわけなんです。 私がですね、まあ、例えばですが以前学習塾をやっていた時に、まあ、教室結構多い,多いんですけれどもねそのたくさんの教室の,その清掃業務というのをどのぐらいの金額で請け負ってくれますかっていうことでいろんな業者さんにその見積もりっていうのを出してもらったりしたことがありますけれども,もうとてもありえない金額、うん、そんな金額じゃ絶対できないでしょみたいな。 もものをこう出してきた業者もあるわけですよでその業者を採用すればね金額はガッと下がるだろうけれどもまあそれはその企業の中で使われる人たちっていうものがあ非常に不当な形で使われるっていうのがこう見えてたりするから、まあ、そういうのはもうごめんこうむると思って、えー、金額は圧倒的に安かったけれども。 それはまあ拒絶をするなんてここととをやったこともあるわけなんですけれどもこの話は直接このマーケットメカニズムっていうこととあんまりつなげて考えない方がいいのかもしれないけれどもいわゆる価格が安ければ安いほど必ずいいっていうえそういうものでもないというのはそれはは現実問題ととしては確かにあるとは思いますただもう一方で考えてもらいたいんですけれどもこの考えってかなり左翼っぽい。 的なな匂いいしないですかマーケットメカニズムというのは資本主義ののといいうものを支える原理じゃないですかでこれを血も涙もないものなのだと言って否定してですよこのマーケットメカニズムに対して人為的な介入をバンバンやってですねある意味このマーケットメカニズムを歪めるところに持っていくことがこれが正しいあり方なんだっていうのは これって左翼の論調と基本同じっていうことにならならいでしょうかでここでねちょっと皆さんが勘違いしやすいところにちょっと話を進めようと思うんですけれども近年ね役所の業務の一部というものが民営化されてその民営化された業務をパソナが受託するといったケースが割と多くあるということはよく知られていますよね。私は そのマーケットメカニズムを頼りにしろっていうふうに言っているわけだからそういう民営化を進めてそれでそれをパソナに受託させるということをそれを肯定しているんだろうっていうふうに考えられがちなんだけれどもそれは完全に誤解ですってことなんですよ。で私はさっきも言ったようにですけれども役所の業務の民営化は大賛成派なんですよ。 公務員がちんたらちんたらね、えー、不必要な人数もものすごく雇いながら仕事をやってるっていうのは、花だけしからんというふうに思っているし、えー、最終的には、あんなのみんな私は民営化してしまえばいいというふうに、 ま、こんなこと言うとね、絶対、ああ、酒井、やっぱり信用できねえっていう人がね、バッと出てくるぐらい、アンチがいっぱい出てくるぐらいの、えー、話だったりはするんだけれども。だけれども、役所とパソナが癒着する中で、競争なくパソナが業務を受託している、これはおかしいんじゃないかという、そういう立場なわけですよ。パソナは今、その落選した議員とか、 えー、そういう政治家たちいいいいっぱいいますよね、えー、そういうのをちゃんと生活費を出してね支えてやるっていうことをこれやってるわけですよだからその落選議員の人たちっていうのはパソナの面倒を、えー、受け入れてるということが割と多くてそれゆえに彼らが政治家となった暁にはですね恩返しとしてパソナに対して こう利権を与えていくみたいなことっていうのをやるってことがあるわけなんですねまあ、別にパソナだけに限らないですよね。なんか話によるとソフトバンクもそうだ,だとか LINE もそうだ,だとかっていうのもねあの噂話としては聞いたりもしますけれどもとにかくそういうことでもって政治的な結びつきを強めることによってねで、えー、その競争原理によらないで 仕事を請け負ってしまうっていうことがあるのはこれはコネクションのメカニズムによるものなのであってマーケットメカニズムによるものでではなないいじゃないですか。単なる民営化っていうのとそれとマーケットメカニズムを重視するっていうのは全く逆の話なんですよ。 で、私のような、そのマーケット派の人っていうのが、まあ世間の中には、まあ学者の中にはと言った方がいいかな、の中には、まあまあいたりするんだけれども、まあとにかくそういう誤解をされてしまうから、あんまりそ表立ってそういう主張というのをしないんですよ。で、えー、こっそりとしたところでですね、まあそういう,う議論というのを一部でやって けれどもまああんまり表の方には、ね、こう出てこないということがあったりするわけなんですね。で現実の世の中の中で、えー、このマーケットメカニズムをきっちり生かすというのは口でで言うほど簡単じゃないんですね世の中が随分ですねいろんな分野において専門家っていうものがこう広がっているでそういう中にあってその公明盛大な見地からこのことが正しいということが ななかかか一般的には分かりづらいっていうことがある結局専門家に聞くしかないって言って専門家 <laughs> 頼りにしちゃうとその専門家はその分野においての、えー、専門家ゆえにですねやっぱりその分野に対しては見方が甘くなるむしろその中において敵は作りたくないっていう人間心理も働くからどうしても甘くなっていくっていうことがこうあったりするので。 結果的にねその専門家筋に任せて回答というものが出てきた時にはそれは本当のまっとうなところっていうことからいけばちょっとこう外れてるってことっていうのは多かったりするわけですよね。で今回の,そのコロナに関しての、ね、専門家会議のその打ち出してくる方針とか見ても皆さん感じますよね。あれが正しいやり方なのかって言ったらおそらく違うよねと。 ね、彼らの、えー、利権構造であるとかそういうものに基づいていたりとかあるいはあもっと緩めていいよみたいなことを言って、えー、それでもってですねバッとこう感染者が増えてそれが社会問題化するみたいなことが万が一起こったらそれは全部自分たちがいっぱいこうね、えー、それを拾わなきゃいけないってことになるからそういうことが起きないように無難に無難にしておいた方がいいって その分国民にむちゃくちゃなこ負担をねしわ寄せするような形であってもそれの方がいいってそういうふうにその専門家なる人たちがですねやっぱり考えてやってしまうというのもこれある意味仕方がないところもあったりするわけじゃないですかだからそのマーケットメカニズムっていうものに基づいて物事をやっていくっていうのは そういう専門家との対峙というのをどういう感じでこれをやっていけるようにするかっていうことをこれは具体的に真面目に考えないといけないっていうことになってくるんですよね。でそうするとそこの中においての細分化された議論というのは結構、えー、皆さんが思っているよりもずっと大変な話になってくるっていうことがあったりします。わかりやすいのでいけばあの竹中平蔵さんみたいなそういう抽象的あり方。 っていうね、そういうものは、まあ、これは否定すべきであるというそういうことにはなるわけなんですけれどもじゃあどうすればいいんだっていうとこれやっぱりなかなか難しかったりするってところもあるじゃないですかこれだけでね解決がつくっていうわけにはいかないだろうとは思いますけれどもあの例えばですがその入札の問題まあ,あの上海電力の大阪の話とかもねその入札の問題っていうのが絡んでるっていうことになると思うんですけれども。 えー、ああいう入札の問題とかがこう出てきた時にもたとえその市町村レベルのそういう入札案件であったとしてももうね国が一括して、ねえー、そういう市町村ごとの案件であってももう全国の入札案件を全てねそこに行けば全部見ることができるというそういう専用サイトをちゃんと作るべきじゃないのかと。でそのサイトに行ってですね ね、その都道府県ごととか入札項目とかの項目別みたいなやつで検索すると該当しそうなものがいっぺんにボワッと出てくるだからあそこのサイトをね、えー、そのお気に入りに入れておきさえすればですね、えー、その入札案件に「応札したいな」「なんかいい物件話があったらやりたいな」と思ってたらもう企業はそこにこうね えー、それをお気に入りに入れておいてそのサイトに飛んでですね毎回見るとねっ、えー、1週間に1回ぐらいは必ず見るみたいなことをやってれば必ず、えー、自分のその何て言うのかな参加できるようなものっていうのを見落とさずに済むんだよみたいなそんな仕組みになっていればね舐めた入札をする企業っていうのもなくなるじゃないですか。 まあそんなのもまたたつあったりするわけなんです、ね、であるいはですよ金融機関の問題で行ったりする時にこの大きすぎて潰せない問題みたいなものがあそのリーマンショックの時とかにね発生して大問題になったってことがありましたよね。でそのためにその金融機関に対して莫大なお金をバッと投じてですね救済しなきゃいけないみたいなことっていうのが起きました。あれも まあ、そのベイルアウトっていうね、まあ、要は外部からそのお金を、えー、持ち込むことによって救済するっていうスタイルからベイルインということでその投資家自身があリスクをちゃんと背負う形でもって救済するシステムっていうのがあ,あの反省の中からまあかなり出てきたっていうのも一つあったりする。これもね世の中のの中変化の えー、あり方としてあるんだけれどももうちょっとね違う考え方っていうのもできるんですよでそれは例えばどういうことかって言ったら大きすぎるから潰せないんだって言うんだったら分割してちっちゃくすればいいじゃないかってことの考えるわけなんですよで分割して小さい会社に、えー、その金融機関というのを分けていくっていうことをやれば一つずつの金融機関が持っている そのお絶対的な力みたいなものはもう圧倒的にに下がっっててくるっていうことに当然なりますよねで一つずつちっちゃいわけだから下手を打てば潰れるっていうことが起こったとしてもそれ損失が全体に波及しないから、えー、いいじゃないかっていうことにもなるしまあ、いろいろなねデリバティブっていうまあ一般的なヤやばそうな。 まあ、そういう金融商品がこうあったりするわけですけれども、まあ、あれもね一方においてその経済制度を守っていくのに役に立ってるっていう側面もあったりするんだけれども問題はそ,の、えー、それを担える企業が結局少数の、えーね、金融ガリバーみたいなところに集中しちゃってるから <laughs> いっぺんに破綻みたいなことがあった時にそこは全部ボーンと吹っ飛ぶみたいなそういうことになってしまうからこれができないっていう。 話になるんだけれどもそれほど大きくない会社がこう分かれている状態になっていればねまずそのデリバティブと呼ばれているもののリスクが分散するっていうこともあったりとかどこかがおかしくなってもそれが他のところには波及しづらくなっていくとかまあそういうことっていうのが現実生まれさせることもできるってことがあったりするわけなんですねで。そうすると そのマーケット規模から考えた上での適正な金融機関の,その規模の上限みたいなものっていうのも考えていくっていうことができたりもするってことになるわけなんですよ。であるいはその弱肉強食でね、えー、その弱い人は <laughs> 全然ねそのもう買い叩かれてめちゃめちゃになるみたいなイメージがあるけれどもそれは政府の政策の中で失業率を圧倒的に下げるっていうことになると。 もうその企業間が、えー、人手の奪い合いのような状態になるからそうするとちゃんとした人間らしい条件というものでもってじゃないと人が雇えないという環境を作り出すっていうのもこれは実はマーケットメカニズムに一挙しなながらでできるる要素もあるわけなんですよねだからマーケットメカニズムが血も涙もないんだみたいな感じの否定をするんではなくて。 逆にね、マーケットメカニズムによると、とんでもない独占的利益を上げるようなことっていうのを完全に防ぐことができるようになってきて、経済効率性が高まっていって、で、そしては弱者の救済にも使うことができるということがあるから、私はマーケット派なんだってことなんですよ。今回の説明でね、私に対する誤解がある程度解けたら嬉しいなと思うんですけど、まあ、 1>, 1回ぐらいの話じゃ多分ね分かんないんだろうなぁなんてねまあ思ってたりするわけなんですがそういう考え方もあるんだということをちょっとね理解してもらえたらというふうに思います。またベルマークの土設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます。